どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、福岡空港で買った2つのお土産を紹介していきたいと思います。2つとも美味しそうな福岡グルメでございますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さて、今回紹介する2つのお土産というのはこちらです。まず1つ目は、博多中洲の超人気店の餃子屋さん、鉄鍋さんが発売しているこちらの冷凍餃子です。いつお店に行っても行列ができるほどの人気店なので、その人気の餃子を自宅で味わっていきましょう。続いてはこちらの博多地鶏が使われている鶏皮串です。鶏皮も福岡グルメの象徴の一つですよね。中を開けてみますと、このように冷凍になっていますので、早速調理を開始していきましょう。さて、調理が完成しました。こちらの鉄鍋さんの餃子はフライパンで焼いていきますので、いい感じに焦げ目がついていますよね。続いてこちらの鶏皮はレンジでチンだけで調理ができますので、簡単にできる代物です。それではまずこちらのビールからいただいていきましょう。晴れた空の下で飲むビールって格別に美味しいですよね。まずはこちらの博多中洲の人気の餃子店、鉄鍋さんの一口餃子からいただいていきます。柚子胡椒を少々つけて食べていきますと、柚子胡椒の風味、そしてピリッとした辛みがとてもたまりません。続いてはこちらの赤胡椒をつけていただいていきます。赤胡椒をつけて一口いただきましても、これまたピリッとした感じがとてもビールによく合います。続いてはこちらの鶏皮を食べていきます。今回味付けはタレを選びました。一口鶏皮をいただきますと、この柔らかい弾力性とさらには甘辛さがとてもマッチしていて、非常に美味しい鶏皮です。この鶏皮とビールの相性はとてもいいので、ついつい飲みすぎてしまいそうです。こちらの鶏皮を販売していますのは、からじゅうというお店なんですが、冷凍唐揚げ専門店なんです。なので今回紹介している鶏皮以外にも美味しそうな鶏料理が置いてありますので、ぜひ福岡空港に帰った際には立ち寄ってみてください。今回こちらの動画では、福岡空港でお土産として買ってきた一口餃子とさらには鶏皮を紹介してきました。ぜひ皆さんには旅行に行かれた際に、ご当地グルメなどのお土産を買ってきて、旅行の思い出を振り返りながら自宅で食べることをお勧めいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!